このままの日韓関係でいいはずはないと、ぜひ改善したいと、そういう意欲が非常にひしひしと伝わる会談であったということをお伝えしました。先週韓国を訪れていた舛添東京都知事は菅官房長官にパク・クネ大統領との会談について報告しました。日韓関係改善に向けた安倍総理大臣のメッセージを伝えた舛添氏に対し、パク大統領も歴史認識については釘を刺しながらも同様に改善に向けた意欲を見せたということです。